北極海、北極海、北極海、A、アークティック・オーシャン、ラ、オシャネス・アークティカス・オーケアヌス・アルクティクスは、ユーラシア大陸、グリーンランド、北アメリカ大陸などによって囲まれた海。国別で言うと、アメリカ、ロシア、カナダ、デンマーク、ノルウェーの5カ国に囲まれている。北極点は、北極海内にある。北漁洋、北極洋とも呼ばれる。 国際水路機関、イホは北極海を太陽と認定しているが、海洋学では大西洋の一部をなす、地中海とみなされる。これは北極海の海水循環が塩分濃度差と温度差に支配され、大西洋に従属しているためである。先住民のイヌイットが生活の場としてきたところである。高う度に存在するため、北極点周辺は一年中、その他も冬になると、 氷に覆われる。ただしノルウェー沖は、暖かい大西洋の海水が流れ込むので、凍結しない。面積は、約1405万6000平方キロメートルもしくは9.4850平方キロメートル。海岸線の長さは4万5389キロメートル。最大震度5440メートル。平均震度1330メートルであり、太平洋、大西洋、 インド洋と比べて平均震度は約1、3と浅い。この浅さは大陸方の発達によるものである。カナダ側にも大陸方は広がっているが、特にシベリアの北側には広大な大陸方が広がっている。北極海中央部には北極海盆と呼ばれる深海域が広がっているが、この北極海盆はロシア領のノボシビルスク諸島からカナダのエルズミーア島にかけて、 北極海を横切るように伸びている、長さ 1800km、周囲の海底からの高さ 3300m から 3700m のロモノソフ海嶺によって二分されている。この海嶺の北アメリカ側はアメラジアン海盆、シベリア側はユーラシア海盆と呼ばれ、さらにアメラジアン海盆はアルファ海嶺によって二分され、北極点側がマカロフ海盆、北アメリカ側が カナダ海盆と呼ばれる。また、ユーラシア海盆も学ける海嶺によって二分され、北極点側がアムンセン海盆、シベリア側が南セン海盆と呼ばれる。かつて最終表記においては、北極海沿岸は巨大な氷床に覆われ、北極海の水位も現在より120メートル下がっていた。このため、水深が浅い北極海では、 大陸方の広大な地域が陸地となっていた。この時期に、この大陸方では永久凍土が形成され、魔表期となってこの地域が水没した後も、溶解しなかった。そのため、現在でも北極海の大陸側海底には広大な永久凍土地帯が存在している。北極海は、ユーラシア大陸、北アメリカ大陸、グリーンランドに囲まれている。この北極海は、 多くの海域に分割されている。ユーラシア大陸側のロシア北方海域は、西からバレンツ海、カラ海、ラプテフ海、東シベリア海、チュクチ海、そしてバレンツ海の南に位置する入リ江である八海の6つに分かれている。北アメリカ大陸側には、バフィン湾、ボーフォート海、グリーンランド海、ハドソン湾、ハドソン海峡といった海域が含まれる。そして、 この二つに挟まれて北極海の中央部分が北極点を中心に広がっている。なお北極海はベーリング海峡で太平洋の付属海であるベーリング海とグリーンランド海で大西洋の付属海であるノルウェー海と繋がっている。北極海の海水供給は特にヨーロッパ大陸北方においての大西洋からの流入が主なものとなっている。 ヨーロッパ大陸北方には北大西洋海流の抜流であるノルウェー海流がバレンツ海までまたノルウェー海流から分離しスバールバル諸島を通ってノボシビルスク諸島周辺まではスピッツベルゲン海流が到達するこの二つの海流はいずれも暖流であり北極海に大きな熱量をもたらす北極海がコラ半島北部周辺までは通年航行可能で それ、伊藤も、海氷の発達が、比較的弱く、北東航路が、北西航路よりも早く開通、一部実用化されたのも、この暖流によるところが大きい。一方、太平洋と北極海をつなぐベーリング海峡は狭い、上に平均水深に45メートルと浅く、流入する海水も少量で、大西洋系に比べはるかに小さな影響しか、北極海に及ぼない。北極海が、 抗議には、大西洋のく海とされるのも、この海水循環の関係による。一方、ベイリング海峡周辺から、シベリア北方、北極海中央部寄りを通過し、グリーンランド北部へと向かう海流があり、これは、グリーンランド東部を流れる寒流の東、グリーンランド海流として、大西洋へ流れ出す。北極海に注ぎ込む河川はいくつも存在するが、主な河川としては、 ユーラシア大陸から流れてくる、レナ川、エニセイ川、オビ川、北アメリカ大陸から流れてくる、マッケンジー川が挙げられる。北極海中央部には永久氷が存在しており、これは一年を通じて溶けることはない。大陸である南極とは違い、北極の氷は海水が凍ったものであるため、わずかながら塩分が含まれている。一方、大陸沿岸の水域の氷は夏には、 溶けることも多く、これを利用して、水運も行われるが、その場合でも溶けきれない氷山の冬が多く、高校には注意が必要である。秋になると、大陸沿岸には岸に沿って沿岸定着氷が発達し、沖合の永久氷と接続して、北極海のほぼ全域が氷に覆われることとなる。ただし、海流や地形の影響によって、 氷の中にぽっかりと凍らない水域ができることがあり、ポリニアと呼ばれる、この水域は各地に点在し、北極海に生息する動物たちが多く集まる場所となってる。北極海には多数の島々が存在している。ユーラシア大陸側には、スバールバル諸島、コルグエフ島、ノバヤゼムリャ、ゼムリャフランツアヨシファ、セーベルナヤゼムリャ、ノボシビルスク諸島、ウランゲル島などがある。 北アメリカ大陸側には北極諸島と総称されるエルズミーア島、バフィン島、デボン島、ビクトリア島、バンクス島、メルビル島などが浮かぶ。沿岸で最も大きな都市は付属海である八海に面するアルハンゲリスクであり、人口は約三十五万人に上る。アルハンゲリスクは陶器に決票するものの、世紀初頭にピョートル大帝が大北方戦争において、 スウェーデンからバルト海沿岸を脱出し、サンクトペテルブルクを建設するまではロシア唯一の海への出口であり、商工として栄えた。ついで大きな町はコラ半島北部に位置し北極圏に属するムルマンスク、人口約30万人である。ムルマンスクはノルウェー海流の影響を受けて不登校であり、軍港として重要である。ムルマンスクは人口十万人以上の町としては、 世界最北の町である。この2都市を除けば人口10万を超える都市は北極海沿岸には存在しない。コラ半島から八海南部にかけては北極海沿岸で最も人口の中密な地域であり、ムルマンスク周辺にはコラ半島の名の由来ともなった古い交易都市であるコラやロシア北方艦隊の母校であるセベロモルスクなどの小中都市が点在する。かつて ソビエト連邦時代には国策としてシベリアの開発が進められ、その輸送ルートとして北極海航路も砕氷船を用いて極的に開発が進められたため、シベリアの北極海沿岸にはナリアンマルやオビ川川口に近いノービーポルト、ノービポート、エニセ川川口に近いディクソン、レナ川の河口に存在する三角州地帯の南南東にあるティクシー。 チコト地方のペベクなどに1万人を超える都市が立地していた。しかし、ソビエト連邦崩壊後は、北極海航路やシュベリア開発の多くが放棄され、これらの町の人口も急減した。ヨーロッパ北部の北極海沿岸では、アイスランドのアークレーリ、人口1万7千人が最大の町である。ついでスワルバル諸島の主流であるロングイエールビーンが、 人口2200人で続く。スバールバルには他に、かつてソ連が労働者を送り込み、中間自国領として統治していた炭鉱の町、バレンツブルクやスバールバル及び世界最北の村落の一つであるニーオーレスンなどの集落あり、いずれも北極海に面している。シベリア側に比べ、北アメリカ大陸側の人口はさらに少ない。最大の町は、 アラスカ州のバローだが、人口は4000人程度に過ぎない。これに、プルドーベイ油田を持つプルドーベイが2000人程度で、続き、このほかは沿岸に、人口1000人を超える集落は存在しない。カナダ領の北極諸島にはレゾリュートなどの小集落が、点在するのみ出る。カナダ最北の村は、北極海に面した、エルズミーア島のグリスフィヨルド、人口141人であり、さらに、 エルズミーア島北端には世界最北の永住居住地であるアラートが存在する。もっともアラートの定住人口は5人であり、この5人を除く大半は同地に存在する軍事基地や気象台、研究所の職員である。グリーンランドでもほとんどの人口は南部の大西洋沿岸に居住していため、北極海沿岸には北西端にカーナーク、救命、トゥーレ、 人口640人の町がある他はほとんど居住者がいない。北東端に濃度があるが、ここは人が常駐するものとしては、世界最北端のこと、観測基地であり、集落ではない。紀元前からすでに北極海沿岸にはエスキモをはじめとする諸民族が、進出し、巨浪や狩猟を中心とする生活を送っていた。北極海の水域を初めて探検したのは、 バイキングであり、11世紀頃には、コラ半島から、八海周辺にまで到達していた。一方、12世紀頃より、ノブゴロド共和国の移住者が、八海沿岸に定住し、ポモールと呼ばれる民族集団を形成した。ポモールは、北極海沿岸に沿って各地に入植し、北ドビナ川の下流域に位置するホルマゴルイの町を本拠地として、 コラ半島北岸のコラなどに拠点を作り、交易を行っていた。14世紀には、ホルモゴールイは、交易拠点として栄えた。大航海時代が始まり、アメリカ大陸が発見されると、航海熱が高まり、北極海を通ったアジアへの最短ルートがあると、信じられるようになった。いわゆる北西航路、北東航路である。特に、イギリスやフランス。 オランダがこの航路探索に力を入れた。そんな中、1553年に北東航路探索中だったが八海へとたどり着き、ホルモゴルイからモスクワ大公国へと到達した。これによって1555年にロンドンにおいてモスクワ会社が設立され、北極海を通じたイギリスロシア交易が盛んとなった。1584年に建設されたノボホルモゴルイ。 ゲンアルハンゲリスクがこの交易の拠点となった。1594年にはミレム・バレンツがノバヤゼムリア島を発見した。1596年にはバレンツの三度目の探検によってスワールバル諸島のスピッツベルゲン島が発見されている。この島はしばらく放置されていたが、1608年にヘンリー・ハドソンが北極海探検を行なす際、この島近くに 北極クジラの大群が生息していることを報告し、以後バレンツ海ではイギリスとオランダによる捕鯨が盛んに行われるようになり、スピッツベルゲン島は捕鯨拠点として一時繁栄した。イギリスはやがて脱落し、オランダによる独占状態となったが、乱獲により1680年代以降次第に衰退していった。一方でこの時代、北東航路の最東端となっていた。 ヤマル半島のマンガゼヤへの就航が禁じられ、これにより、北東航路探索も一時下火となった。ポモールはこの後も、アルハンゲリスクを中心として、ノルウェーのバードを、ハンメルフェスとトロムソの3都市との間で、ロシアの穀物と、ノルウェー北部の魚を交易する、いわゆるポモール交易を行って繁栄し、19世紀には、八海沿岸に、 ロシア語とノルウェー語の基人言語であるルッセノルスクが広まったが、この交易並びに言語はソビエト連邦の成立により終わりを迎えた。この後はロシア人によって探検が進められていった。毛皮を求めて闘神するロシア人は17世紀中盤には太平洋へと到達し、1648年にはセミョンデジニョフがベーリング海峡を発見するものの、 この発見は一世紀近く忘れ去られる。1725年から1730年までは、ビトゥス・ベーリングが、カムチャッカやチュコと半島を探検し、ベーリング海峡を再発見した。19世紀中盤には、ヤコフ・サンニコフ、フェルディナント・フォン・ウランゲルなどの探検によって、北極海沿岸の地形が判明し、1875年には、アドルフ・エリクのルデン・ショルド・がウェガ号によって、 北東航路の通行に成功した。1879年には、アメリカのジョージ・ワシントン・デ・ロングが、ジャネット号で、北極海探検に出発したものの、ノボシビルスク諸島沖で沈没し、デ・ロングはじめほとんどの探検隊員が死亡したが、3年後の1882年に、北極海より遥か南、大西洋に面するグリーンランド最南端のユリアーネハーブに、 ジャネット号の残骸が漂着した。これは北極海中央部を東から西へと流れる海流の存在を示唆しており、この海流を念頭に1893年から1896年まで北極点到達を目指したフリチョフ南線によってフラム号遠征が行われ、この探検においては北極点到達はならなかったものの当時の最北到達記録を更新するとともに、 この航海によって開発された探検技術はこれより、後の探検に多大な影響を与えた。一方、アメリカ大陸側においても、北西航路の探索が進められていた。1576年から1578年にかけては、マーキンフロビッシャーが3度の北西航路探索を行い、バフィン島にまで到達している。 1585年から1587年にかけてはジョン・デイビスがデイビス海峡を抜けてバフィン島へ到達し、1610年にはヘンリー・ハドソンが探検を行い、ハドソン海峡を初めて抜けてラブラドル半島の北端を回ってハドソン湾へと到達したが、南端のジェームズ湾で越冬中に命を落とした。その後、1668年にイギリス船。 ノンサッチ号がハドソン湾に再び侵入し、沿岸のインディアンと毛皮の交易に成功した。これを受け、1670年にハドソン湾会社が設立されて、ハドソン湾及び、ハドソン湾に注ぐすべての河川の流域、ルパートランドを含む交易独占権を得た。これにより、ハドソン湾沿岸各地にハドソン湾会社の交易所が建設され、 ハドソン湾までの交易ルートは確立したものの、それ以前の探検はまだ進んでいなかった。18世紀後半になると、ハドソン湾会社の毛川交易独占に対抗すべく、設立された北西会社が、盛んに探検隊を北アメリカ大陸北部へと送るようになり、そのうちの一人であるアレグザンダー・マッケジーは1789年、カナダ中部のアサバスカ湖からマッケンジー側を伝って、 北上し、北極海へと到達した。その後も、ジョン・ロス、ウィリアム・エドワード・パリーなど多くの探検家によって、北西航路探索は続けられたが、1845年に出発し消息を絶ったナナ・ジョン、フランクリン探検隊など、遭難する者も多かった。1854年には、ロバート・マクラーが、ベイリング海峡から西へ向かうルートで、北西航路破を目指し、 船は途中で沈没し放棄されたものの、東から進んできた別の探検船に救出され、ソリを使ったものの一応投破には成功した。しかし、船による完全通行の成功は1903年のロアールアムン船まで待たなければならなかった。1909年には北極海上の氷上にある北極点にロバート・ピアリーが到達した。 1926年5月9日には、スバールバル諸島から出発したリチャードバードによって航空機による初の北極点到達が仕とげられている。第一次世界大戦の勃発とともに、ロシア帝国は北極海に着目することとなった。ドイツ帝国との戦争によってバルト海航路の安全が脅かされ、オスマン帝国との戦争によって国海航路が閉ざされため、 中央同盟国の影響力の及んでいない北極海を新たな貿易航路として活用することが計画されたのである。コラハン島の北部、北、大西洋海流によって不登校となっているムルマンスクが新港建設地選ばれ、1916年にムルマンスク市が成立し、以降ここを攻易軍事拠点としてロシアの北極海進出が本格化する。ロシア革命後、 新しく成立したソビエト連邦はこの方針をさらに加速させた。ソビエト連邦は周囲を敵対する国家軍に囲まれたことから、シベリアの沿海の北極海、つまりカラウミ、オビワン、ラプテフ海、東、シベリア海を事実上の内海として重要視し、最氷船の後ろに商業船舶を随行させる方式によって、北極海航路の商業化を目指したのである。これによって、 北極海沿岸には各地に港町が作られ、輸送量も1987年には658万トンに達した。また、軍事的にもソビエトは北極海地域を重視し、1933年にはムルマンスクに北方艦隊が創設され、セベロモルスクを母港として北極海方面を干渉することとなった。第二次世界大戦が勃発すると、 北極海ルートはソビエトへの重要な物資、供給ルートとなり、レンドリースポーによる援助物資のうち4分の1が北極海を通過することになった。1941年8月21日に最初の支援船団であるダービッシュ船団がアイスランドを出港し、以降次々と船団がムルマンスクとアルハンゲリスクに送り込まれた。これに対し、ノルウェーを占領下に置いた。 ナチスドイツは盛んに戦団に攻撃を行い、p 9 7戦団の戦い、バレンツ海海戦、北岬沖海,海戦といった初海戦が1942年から1943年にかけて起こった北海の戦い。2> 第二次世界大戦が終結し、冷戦が始まると北極海は急速に軍事的重要性を高めていく。 ソビエトの新たな指摘となったアメリカ合衆国、及びカナダとは北極海を挟んで対面に位置してを北極海上空を通過するとソビエト連邦とアメリカ合衆国との間の最短距離となるため北極海の沿岸には東西両陣営の軍事基地が建設され、さらに北極海に浮かぶ表情にも観測基地が設けられるとして双方の睨み合いが続いた。海軍においても 同じ理由で増強が進められ、ソ連北方艦隊には潜水艦を中心として多数の艦艇が配備された。1958年8月3日にはアメリカの原子力潜水艦のオチラス号が北極点を先行したまま通過して北極海を横断した。一方、ソビエト連邦の上空は西側諸国の飛行機が航行できないため、 ソ連の領空を通らない形で極東東州を結ぶ極圏航路が1950年代に開拓されメインルートとなっていった。冷戦終結後、ソビート連邦が崩壊するとシベリア北部の開発計画の多くは中断され沿岸地域の人口は急減し、それに伴って北極海航路も輸送量が激減した。しかし近年では 北極の海氷が減少する傾向が見られ、海氷の体積が2003年から2012年の間に、周期で36%、冬期で9%減少したとする研究結果が出ている。かつては、通行可能期間が2ヶ月ほどであったが、通行期間が長くなりつつあり、再び、北極海航路に注目が集まっている。また、対立構造の終焉によって、 韓北極海諸国間の協力も盛んになり、1996年9月には、カナダ、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、ロシア、スウェーデン、アメリカ合衆国の韓北極海8カ国によって北極協議会が設立された。この北極協議会は、北極海の問題も討議されたものの、北極圏全域の問題を討議する機関であった。その後、 資源開発や北極海航路開通、商業化の実現性が高まったことなど、北極海自体の重要性が高まってきたため、2008年5月27日から5月29日にかけて、グリーンランドのイルリサットでアメカ合衆国、カナダ、デンマーク、ノルウェー、ロシアの5カ国の参加によって、北極海会議が開催され、北極海における資源や環境などの諸問題が、 討議された。北極海を経由してヨーロッパとアジアを結ぶ航路は16世紀以降幾度も構想されユーラシア大陸北岸を通る北東航路北アメリカ大陸北岸を通る北西航路の二つを目指して多くの探検家たちが航海を行ってきたしかしかつて北極海は通年合理に閉ざされており商業航路の開設はほぼ不可能であった 北東航路に関しては、旧ソビエト連邦時代には、ほぼソビエトの沿岸のみを通る航路として、北極海航路は重視され、北極航路総管理局のもとで、再標線とともに、定期線も何とか運航されてきたが、ソ連崩壊とともに、多額の運航費用のかかる、この航路はほぼ消滅し、コラ半島から帯川までの航路は、何とか維持されたものの、は、レナ川、川口までが、 稀に航行が行われる程度で、レナガワ伊藤はほぼ商船の航行が途絶えてしまった。また、北西航路に関しては、カナダ政府にこれを商業化する意思は全くなく、航路整備は全く行われてこなかった。しかし、近年の地球温暖化により北極海の海票が急減し、それに伴い北極海を通る航路が注目を集めている。北極海を経由した場合、 例えば、ロンドンから大阪へと航行する場合は、パナマ運河経由が2 3 3 0 0トル、スエズ運河経由が2 1 2 0 0トルもかかるのに、対し、北極海北西航路であれば1 5 7 0 0トルで済み、時間、運航費用的に非常に経済的な航路となり得る。その上、この航路はすべて通常の海域であり、パナマ運河やスエズ運河のような人工運河を、 経由しないため、パナマックスやスエズマックスといった運河のサイズに合わせた船舶サイズ制限が一切不要となる。さらに、この海域は大国の沿岸海域である上に人口が非常に少ない地域であるため、ソマリア沖やマラッカ海峡のような海賊の出没を了する必要がないこともメリットとして挙げられる。しかし、この海域はもともと氷で閉ざされていた地域であり、 一時期氷から解放されていたとしても、氷海時期のズレや流氷などの脅威は常に付きまとう、ため、砕氷船の動向などが必要となり、これがコスト高の要因となりうる。また、北極海地域はこれまで商業航路として、ほぼ利用されてこなかったため、他海域に比べて商業航路運航上の法整備が圧倒に、立ち遅れている。特に北西航路においては、地形的に、 カナダ領北極諸島の南側を抜けるルートを取ることとなるが、ここはカナダ領に挟まれた海峡であり、このルートをカナダの領海であり、内水であると主張するカナダと国際海峡であるとみなしているアメリカや欧州、連合諸国との間で対立が生じている。また、同じ理由で北極海沿岸には商用利用できる証拠を持つ大都市が非常に少なく、これも 不安定要因となる。回路である北極海航路が未だ未開発であるのに比べ、北極海上空を飛行する空路である極限航路はすでに航空路として開発され、多く利用されている。極限航路が商業航路として初めて利用されたのは1950年代半ばのことで、アメリカ西海岸のロサンゼルスとデンマークのコッペンハーゲンとを結ぶ便が最初だった。 当時は、冷戦下であり、西側諸国の航空機の多くは、ソビエト連邦領上空を通過することができず、また、航続距離にも問題があったため、北極圏に近いアラスカのアンカレッジ空港を中継地とし、ここで給油して、北極海上空を飛行するルートが開発されたので、ある。ついで、日本とヨーロッパを結ぶ空路もこのコースを取るようになった。それまでのアジア諸国を回る、 南回り航路に比べ、このアンカレッジ経由ルートは大幅に飛行時間を短縮することができたため、この航路は北回り航路と呼ばれて、日本、欧州間のメインルートとなった。アンカレッジ空港はこの空路のハブとして、活況を呈したが、やがて冷戦の終結とともに、ロシア連邦は西側諸国の領空通過を認め、また飛行機の航続距離の増大もあって、 1990年代には、日本、欧州間の航空便は、シベリア上空を通過するルートへとすべて変更され、極限航路を利用しなくなった。しかし、現在でもアメリカカナダと、中国やドバイを結ぶ便では、北極海空通過ルートが利用されている。北極海の鉱物資源、動物資源は、その豊富さが注目されている。石油、天然ガス、氷砂鉱床。 ガ岩段階などの他骨材となる砂利が海底に眠っている。また魚、アザラシ、クジラも多く生息する。ノルウェー北部のバレンツ海においては石油の埋蔵が多数確認され、枯渇の心配される北海油田に代わるノルウェー石油産業の柱となりつつある。2000年に最初の油田が開発され、その後も新油田の開発が積極的に行われている。 北極海の中央部はアメリカ合衆国、ロシア、カナダ、デンマーク、ノルウェーといった国々が、これらの資源や北西航路、北極海航路、北東航路を狙って、権利を主張している。特に世界の未発見の石油、天然ガスのうち4分の1以上が海底に埋蔵されていると見られており、ロモノソフ海嶺による経済水域の定義をめぐり、 ロシアとカナダなどの論争も起こっている。地球温暖化による北極海の気候の温暖化、海氷の減少によって、これらの資源は開発が要因になることが想定されており、開発計画も多数存在する。北極海では生物種が多様であり、氷の上には北極熊など多数の動物が生息する。また生チや北極クジラ、一角に白イルカといった、 海洋生物も住む。植物の数は海水中の植物プランクトンを除き少ない。植物プランクトンは多数生息しており、北極海の生態系にとって非常に重要な存在である。植物プランクトンが利用する養分が北極海に流れ込むいくつもの河川から流れ込んでくることはもちろんのこと、大西洋や太平洋と繋がっている海峡からも、 北極海へと流れ込んできている。この養分の流入の他に地球は自転軸を傾けたまま太陽の周りを公転している。関係で北極海の多くの場所では夏季に白夜となるため、植物プランクトンは光合成を盛んに行って大繁殖し、これを求めて様々な生物が集まってくる。しかし同様の理由で陶器は極夜となるため、 植物プランクトンの活動は著しく低下する。陶器は空の薄明かりなどの光を求めて厳しい生存競争を繰り広げているほか、渡り鳥などのように陶器は他の地域へと移動していってしまう生物も見られる。こうした生物を保護するため、北極海沿岸には多くの自然保護区が設けられている。カナダ領北極諸島やロシア領の北極海角。 諸島に自然保護区があるほか、グリーンランド北東部には世界最北、最大の国立公園である北東グリーンランド国立公園が存在している。2017年11月には北極圏に領土を持つ諸国と欧州連合、EU、日本、中国、韓国が北極海の公海における商業漁業の規制などで合意、上記の10カ国、 期間が2018年10月3日、北極海公会での商業漁業を16年間禁止する、協定の署名式を、グリーンランドのイルリサットで開いた。北極海には、多くの観測基地が設けられ、極地の環境について、観測、研究が行われている。これらの研究の歴史は古く、1882年から1883年に、 かけての国際極天年を講師とする。この国際極天年は1932年から1933年にも行われ、さらに1957年から1958年にかけての国際地球観測年の時には、北極全域に300カ所の観測基地が設置され、研究が進んだ。ソ連とアメリカは、それぞれ2つずつ、氷山の上に氷流基地を設置し、 海流と海底の調査を行った。こうした研究を最も積極的に推し進めたのは旧ソ連であり、またアメリカやカナダも自国領海を中心にそれぞれ研究を進めた。最近では北極には深刻な環境問題が起きている。最近30年間の北極の気温は10年で摂氏0.5度ずつ上昇しており、 温暖化の影響ではないかと一部で主張されている。地球の気候変動の影響で北極海の氷が薄くなり氷が覆う範囲も狭くなってきている。北極海に浮かぶ氷の面積が減ることは地球が太陽光を外部へ反射する割合アルベドが減ることになり気候変動が加速される。また北極での温度上昇で溶けた氷が 北半球に流れ込み海流のパターンを変えてしまう。例えば、北、大西洋に流れ込み、ヨーロッパを温めている暖流を押し下げてしうとの懸念もある熱炎循環を参照。また長年にわたり、毎年春になると、オゾンホールが北極海の上空に出現し続けている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。